皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2001年公開の、モンスターズインク。現代、モンスターズインク。監督はピート・ドクター。脚本は、ダン・ガーソンとアンドリュー・スタントン。主な声の出演は、ジョン・グッドマン、ビリー・クリスタル、メアリー・ギブス、など。サリーと相棒のマイクラ・モンスターズインクの社員は、毎晩、街のエネルギー源である子供たちの悲鳴を収集するために人間界へと出向いていた。しかしある日、幼い女の子ブーが迷い込んできたことで、モンスターたちはパニックに陥る。というストーリー。トイストーリーやバグズライフほどではないが、さすがピクサーだけあって完成度の高い良作。それまでのピクサー作品よりも対象年齢を若干下げたのか、ストーリーは冒険色は影を潜めて非常にシンプル。マイクとサリーのやりとりがかなり笑えるが、他のピクサー作品のような脇役の魅力がちょっと物足りない。でもなんだかんだ言っても、最後にはジーンと来てしまう。定番となったエンディングの NG 集もお見逃しなく。ということで、評価は。Thumbs up!